広報だわら。この時間は秋季全国火災予防週間のお知らせをお送りします。お話をお伺いしますのは小田原市消防本部予防課の香川さん、そしてファイヤー消し丸くんにも来てもらいました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて早速なんですけれども、まもなく秋季全国火災予防週間が始まるということなんですね。はい、11月9日月曜日から15日日曜日が火災予防週間です。この機会に皆さんにもご自身にできる火災予防を考えていただきたいと思います。はい、この秋季全国火災予防週間にはどのようなことが実施されるんでしょうか。はい、今年度は新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため例年開催している広報イベントは実施できませんが、小田原市幼年消防クラブの子どもたちが描いた絵を展示する消防車お絵かき展示会は例年より期間を延ばして11月7日から11月15日まで実施することになっています。また小田原市の場合は小田原市消防団が住宅用火災警報器の広報と斡旋を兼ねたこのようなチラシのポスティングを実施します。また南足柄市と足柄上郡5町ではこのような住宅用火災警報器の普及啓発チラシを各市町の公共施設のカウンターなどに置いていただき、自治体によっては自治会回覧していただくことになっています。はい、今お話にありました住宅用火災警報器ですね、こちらは全ての住宅に必要なものなんでしょうか。はい、500平方メートルを超える共同住宅やマンションには消防用設備として火災を感知して建物全体に警報音で知らせる自動火災報知設備が設置されていますが、一戸建ての住宅や基本的に500平方メートル未満の共同住宅、アパートなどはこの設備がついていません。全世帯の寝室でこの火災を早期に発見し警報音で知らせる機器が設置義務になっていますので、寝室にこれらの機器が設置されていない場合はすぐに購入、取り付けをしてください。この住宅用火災警報器というのはどこで手に入れることができるんでしょうか。はい、ホームセンターや家電量販店、防災会社などで取り扱いがあります。わからないことがありましたら消防本部予防課までご連絡をお願いします。まだ設置が済んでいない住宅っていうのもあるんですか。はい、毎年実施している住宅用火災警報器の設置率調査では今年度小田原市消防本部は 64.9% でした。全国平均は 82.6%、 神奈川県平均は 84.3% ですので、小田原消防管内の設置率はとても低いことが分かります。火災は自分の家だけでなく隣接する住宅にも被害を出しますので、住宅用火災警報器で火災を早期に発見して初期消火につなげ大きな被害が出ないようにしましょう。さあ、そして今日はですね、消防マスコットのファイヤー消し丸くんも来てくれています。消し丸くん、チラシを持っていますけれども、こちらは何でしょうか。はい、今回の秋の火災予防運動のためにポスターを作成しました。館内の公共施設や建物に掲示していただくようお願いしていますので、もしポスターを見かけた場合はご自宅のご住宅用火災警報器の設置の確認、作動点検を実施してください。はい、この警報器はどこに取り付ければいいんでしょうか。はい、寝室が義務になっています。そして2階に寝室がある場合は階段にも設置義務となっております。キッチン、台所への取り付けっていうのは必要ないんですか。はい、小田原市火災予防条例では台所は設置の義務はありません。しかし台所からの火災は多く発生していますので、火災を早く発見するためにも台所への設置も努めていただきたいです。はい、これから始まる火災予防週間です。この期間に私たちができることはありますか。はい、まずすぐにできる住宅用火災警報器の点検と消火器の使用期限、設置場所の確認をお願いします。また家の周りに燃えやすいものを置かないなどの放火防止対策や
電気火災を防ぐためにコンセント周りの掃除をすることも重要です。はい、またこれからの季節気をつけることはありますか？はい、寒くなると暖房機器を使用する機会が増えます。石油ストーブや電気ヒーターなどを使用する際は周囲に燃えやすいものを置かないようにしましょう。はい、それでは改めまして市民の皆様にメッセージをお願いします。はい、これからの季節火器を取り扱う機会が増えます。空気も乾燥しますので火の取り扱いには十分に注意しましょう。広報だわら、この時間は秋季全国火災予防週間について香川さん、そしてファイヤー消し丸くんにお話を伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。広報だわら、この時間は女性に対する暴力をなくす運動のお知らせです。お話を伺いしますのは人権男女共同参画課の曽根田さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは早速ですね、今日ご紹介します女性に対する暴力をなくす運動、こちらがどういったものなのか教えてください。はい、国は女性に対する暴力撤廃国際日である11月25日の前2週間、つまり11月12日から11月25日を女性に対する暴力をなくす運動期間と定めています。ドメスティックバイオレンスといわれる配偶者やパートナーからの暴力、いわゆる DV ですね、はい、をはじめ、性犯罪、売買春、セクシャルハラスメント、ストーカー行為などの暴力は本来性別や被害者、加害者の間柄を問わず決して許されるものではありません。しかし暴力の状況や男女の置かれている社会構造の実態を見ると、特に女性に対する暴力の根絶に取り組む必要があるため、このような運動を実施しています。さて、今日後ろに素敵なツリーをお持ちいただきましたけれども、こちらは何ですか？はい、はい、この運動のシンボルである、はい、パープルリボンを飾りました。はい、運動期間中は小田原市もこのパープルリボンツリーや、こちらのですね、はい、バナー看板を活用し、はい、通常の授業に加えてさまざまな啓発授業を実施しています。はい、こうした授業は毎年実施されているものなんですか？はい、毎年実施しています。しかし年ごとに教科テーマが変わりまして、はい、今年は性暴力をなくそうをテーマに、全国各地でキャンペーンが実施されます。はいはい、というのも国は今年の6月に、性犯罪性暴力対策の強化の方針を決定し、令和2年から令和4年の、3年間ですね、はい、をこの方針の強化期間と、いたしました。でそこで小田原市も、はい、女性に対する暴力の中でも性暴力にスポットを当てた啓発展示を実施し、はい、国が呼びかけるですね、パープルライト事業にも参加いたします。はいはい、でもちろん、毎年行っている、デート DV 防止の、はい、啓発パネル展や、パープルリボンプロジェクトも実施します。はい、それではその内容もう少し詳しく教えていただけますか？はい、啓発展示は11月5日木曜日から11月27日土曜日まで市民交流センター梅子の多目的コーナーで実施いたします。でお持ち帰りいただけるリーフレット等も多数ご用意いたしますので、こちらのツリーですとか、はい、はい、こちらのバナー看板を目印に、うん、はい、ぜひ、お越しください。はい、で、またパープルライトアップは11月12日木曜日の19時30分から、はい、20時30分の1時間、なんと小田原城のシンボルである小田原城天守閣を紫色に照らします。はい、年に1回1時間だけのパープル小田原城は必見ですので、うん、はい、ぜひご覧ください。はい、でパープルリボンプロジェクトは11月の12日から11月30日まで、うん、市役所本庁をはじめタウンセンター泉、マロニエ、小ゆるぎ、市民交流センター梅子で本運動のシンボルであるこちらのパープルリボンですね、はい、はい、を配布いたします。はいはいはい、女性に対する暴力根絶のシンボルマークであるパープルリボンを身につけて、うん、暴力は許さないという意思表示を、はい、みんなでしましょう。はい、はい、
まあ、私たち一人一人が、まあ、こうした暴力を許さないという意思表示をこう表していくことがやはり大切なんですね。そうですね。ただもし今現在ですね、こう被害を受けている方、こうした方はどうしたらいいんでしょうか。はい、小田原市では DV 被害に遭われている女性のための相談窓口があります。はいはい、被害を受けていると相談されたり、もしかして被害を受けているのではないかと思う人がいたら、その人に相談窓口があるということをお伝えください。はい、でまた自分が被害を受けているかもしれないなと感じたら、勇気がいるかもしれないんですけれども、ぜひお電話してほしいです。はい、専門の相談員が対応いたします。それでは改めまして市民の皆さんにメッセージお願いいたします。はい、女性に対する暴力の根底には、女性に対する人権の軽視があることから、女性の人権尊重のための意識啓発や教育の充実を図る必要があります。この運動を一つのきっかけとして、多くの皆さんに女性に対する暴力の問題について知っていただきたいと思います。広報だわら、この時間は女性に対する暴力をなくす運動についてお知らせいたしました。曽根田さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。